八重宮司様に生まれ変わり、神事を行う巫女の手配、茶を飲みながらの瞑想、そして時には参拝者の願いに耳を傾け。もうよい。その手のよくある記録文学、娯楽小説とは呼べぬ。それに何時の目にはわらわがそんなつまらぬものに映っておったのか。いえ違います、宮司様。そう、編集長様と呼ぶのじゃ。編集長様。娯楽小説は想像力を働かせるんじゃ。例えば、かような罠を仕掛けるとは手が込んでいる。こちらは循環へ戻るのを嫌うと聞いたが、どうやらこの世の残酷さを教えてやらねばならぬようじゃ。あまりにも凄まじい没入感、ひょっとして本当にそのようなご経験を。読者からそんな質問が来た時、小説が成功したことを意味しておるんじゃ。